いやずも東京の哲也と、としみつと、ていようです。その時差で。ちょっと諸事情でこれですけど、あんま気にせずに行きましょう。としみつ、ちょっと一言なんか適当に言ってみて。たこ焼き。これを逆再生で聞いたら、何言ってるかわけわかんないわけですよ。いや、普通逆にしたらわけわかんないんですけど、今回僕たち、逆再生したら普通に見えることをさっき作ってみました。おー、すごい。で、他の人は普通にやってて、誰かは変な風に動いてそれを逆再生してるんですよ。で、どれが逆再生なのか、それを今回当ててもらいたいと思います。なるほどね。このふざけ切ったヘキトラたちが本当にさっき真剣に練習しましたから。何の役にも立たない。何テイク取ったか分かんない。4段階難易度ありますんで、見てもらいましょう。1個目は、1人だけ逆再生です。せーの。おーおーおあ、こういうこと？こういうこと。なるほど。一人だけ逆再生。一人だけ逆再生？そう。え？はい。はぁ？うまっ！こういう反応か、嬉しい。嬉しい。めっちゃ頑張ったから。本当に頑張った。めっちゃ頑張った。このケツラの二人作ってるって言われればそうに取れるし、別に普通で変に歩いたらああなるし、うわー、わかるねー。まんまと十中にハマってる。一応もう一回行ってみる。オゾン、オゾンともう一回行ってみる。オゾンとくれれば行きますよ。オゾンと行った簡単だ。あ、はい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 、わかった。はい、じゃあ正解をお願いします。てつや。あのね、足音の音がこの3人はちゃんと降りた時にトントンって聞くんだけど、哲也だけスッスッみたいな、なんかちょっとなんかスーみたいな音するから、哲也じゃないかな。正解！うわー、嬉しい。マジか。いや、ちょっと悔しいね。悔しいね。嬉しい。音消してたらよかったな。それかくて、なんで悔しい。いや、でもそれでいけるの今ここまでだよ。そう、そんな甘くないよ。そうそう。じゃあ2個目いきましょうか。オッケー、いきますよ。こちら、ジントランジスタ、てつやです。これは難問だ。これ難しいよ。これは分からん。うわあ、もう一回見えるかな。じゃあまあ、あれやってくれればどう、なんだっけ。ジン、トランジスタ、てつやです。ヘディフォーです。なんと正解。もっと難しくないかな。まあそれはね、ここまで、ここまでサービス問題は、うんうん、お願いしますよ。こちら、最後2つで分かったと思いますけど、はい、1人じゃないです。そうですよね。正確に誰が逆再生か答えていただきましょう。正確に言わなきゃダメなんだ。はい、まずジン君だね。うん、正解。哲也だね。うん、正解。で、3人目がいるかいないかなんだよね。水の動き的にちょっと逆再生っぽかったんで、トランジスタも逆再生です。3人いました。正解。おお、マジで。これはほんとガチよ。マジ考えよすぎる。悔しすぎる。じゃあまあ最後二択なんだよね。二択な、二択で。じゃあ最後いきますよ。はい、二択こちら。うわもう一回見たい。めっちゃ静かに、めっちゃ静かに。やんなきゃ、やんなきゃ。じゃあ一応、じゃあ、なんだろ。いや、どうぞ、てて。うわぁ！何回撮ったと思ってるんだよ。
これ10テイクぐらい撮ったんですよ、これ。いや、すごいんだよね、これ。いてーが、にってやると、いてーって なってたでしょ、もう。伝わらないな。今日、都心部が家に帰ってから感動してもらうために、今からみんなで、にって言って逆再生。そうだね、そうだね。いくよ、せー。にいてー今は、今こんな空気になるけど、見たらすごいこと。本当に、本当にスマホの前で、おおってなってる。なってる、なってる。答え合わせしなかった。これ、言葉でもなかった。あ、そう、忘れてた。まあ、真相は闇の中で。という、今回ですね、逆再生は楽しいという動画でした。うん。素晴らしい。素晴らしいね。ということで皆さん、明日は多分明日は多分逆再生するとなんとですね、こうなってるわけですよ。また明日。ほう、引け。